はい、皆さん、南国神々の島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカチャタのドイちゃんです。久しぶりです。今ですね、ビラアイルバリっていうあのスミニャクの方にですね、お客さんを迎えに来ております。まあですね、今日のお客さんはもう8年前からあのずっと友達になったお客さんなので、まあぜひ最後までこの動画を見てください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日はチェックアウトします。久しぶり。8年ぶりだね。8年ぶりなんですよ。でも覚えてくれてた。でもなんか痩せた。いやーデブだよ、デブデブ。デブ。お便秘ですか。お便秘ですか。そうなんですよ。8年ぶりは俺もう年取ったやで。確かにどいちも何歳。いやもうクソジジです。今日は最終日ということでアフリカに帰ります。そう、アフリカから来ました。アフリカから来ましたね。忘れ物は多分はあかんで。 It's already finished. Thank you. 暑い、バリ暑い、バリ暑いよ。久しぶりだね。いや8年ぶりってまだ行ってるなんて。そうだよ、ね、彼氏さんお名前は。あ、たかしです。たかし、かかしじゃなくてね。のとのとかかし。のとかかし。たかしくん How old? I'm 26。若っ。いやドイちゃんはほんまにクソジジだからね。ウルワツか、そう、タナロとかだったらウルワツの方が行きやすい。まあ高校に行くんやからウルワツの方だね。うん、オッケー牧場。はい、行きましょう。ウルワツ行きます。レッツゴー。飛行機何時？飛行機はね、9時45分。10時ぐらい。あ、10時ぐらいね。7時半ぐらいに空港行って、ぐらいしてればいいかな。オッケー牧場。じゃあ行きましょう。どこの方かな。うん、ドイちゃんどこで食べたらいい？ナシゴレン。ナシゴレン。ナシゴレン、ミゴレンが好きな人。毎日ナシゴレン飽きないんだね。美味しい、本当に美味しい。美味しい、よかった。毎日食べれる。俺も日本行ったら毎日お寿司食べた。はい、今ウルワツに到着しました。イエーイ、ウルワツ人。サル、俺の兄弟会いに行きましょう。まずここでね、入場料。はい、ここがチケットカウンターです。5万ルピア、500円だから10万ルピアだね。やばい、ないの？オンリーキャッシュ、赤いお金ないの？赤いよ。じゃあ俺ので後で。そう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 、うん、大丈夫で。もう今で使い切ろう。はい、これ10万。ありがとうございます。後で返します。はい。OK。 はははは。最近韓国人も多いんですよ。うん、いっぱいいっぱい。日本人だけはまだ来てない。何でだろう。日本人早く来てくださいよ、バリ島最高だから。ねえ、来た方がいいです。バリはパラダイスだから。おお、気をつけて気をつけて、帽子帽子気をつけて。ほら、あれボスだからね、あれね。あれボス？スタル？でかいやつがね。気をつけ。
これ来たよ。今度治ってくるね。俺も怖いんだからね。みんな大きいじゃん、ボスじゃん。みんなボス。みんなボスじゃん。早く渡って。いや、めっちゃ見てるよ。はい、ここがインド湯でございます。インド湯です。すごい、泳いで帰んなきゃ。泳いでみたら、で、そこがケチャダンスのカウンターなんですけど、並んでる。そう、まだまだ、そう、まだまだオープンしてないなのにすごい並ぶんだよ。それですごい人気、まだオープンしてないんですよ、あのカウンターが。でももう並ぶ。ダンス見るとここでチケット購入。そうです。で、売り切れちゃったら入れない。でも2回ショーがあるんだから。でも今のショーの方が一番人気だって。あの夕日見ながら、夕日見ながらダンスが見れるです。インド洋です。で、前はさ、あそこはウルアツ寺なんですよ、あの一番奥の方、だけどこの間、雷がそこに落ちて、あの爆発なの。え、寺が？そういつ？今年ぐらい、ちょうどそこね。そう1月頃かな。そうなの？いや去年の終わりぐらい。2月とか。そうそしたら、え、じゃあ今行けないの？行けるよ。でも寺院が綺麗に見えない。普段そこに寺院があるんだ。雷で？そう雷で。爆発しちゃって。そんなことある？そんなことあります。はい、あそこがケチャダンスのステージでございます。皆さんがケチャダンスを見るとそこになります。イエーイ。うわ、階段これぐらいなんだけど結構ね、急だね。ほら、一緒におさるさんも来てる。うわ、でも映えてるね、ここね。確かに映えてる。バイ。I don't know. See what's better. こっちからです。で、ここが本当ウルワツ寺なんだけど、お祈りする人たちしか入れないのね。あ、そうなんだ。そうです。あれがお坊さん。そうです。何回ぐらいお祈りするの？本当は3回だけど、でも3回やる人少ないな。少ない。1回で十分。俺は朝と夕方ぐらいかな。あ、でもちゃんとね。撮りましょうか。はいよ。1、2、3。チーズ。はい、向こうの方が綺麗だから。もっとあっち綺麗なの？おいで。Sorry。Sorry。はい。ウルワツの崖です。いる、こっちもいる。うわ、綺麗やで。綺麗。携帯に気をつけてよ。携帯をね。
うわ、暑い。気をつけて、気をつけて、あの猿に。後ろ。見れないうちに取られちゃうんだけどね。待ってるんだね、あれね。ほら。怖い、ゴボだね。いやー。どうですか、ここ景色が綺麗、ね、でも猿が怖い、猿が怖いね。ガイドとして俺も怖い。これは怖いんです。いや、特に携帯とか取られたらさ、仕事にならないもん。そう、渋滞すごいよ。降りてもらったよな。そこの中に、はい、ここシーフードがメインだけど、うん、一応ナシゴレンもある。いろいろ食べたい。はい、今はメラティバリカフェっていうところに来ております。じゃあ中の方に入りましょう。スワスティアスト、スワスティアスト、スワスティアスト、こんにちは。はい、こちらがモラティバリカフェです。あ、綺麗です。うわぁ、うわぁ、わぁ、そこいいなぁ、そこいいね。いや、だから早く結婚したらそこに座れるんだからね。はい、こちらがジンバランです。
はい、ジンバランシフードの雰囲気はこんな感じです。はい、ということで皆さん、今日の仕事は短い時間でしたが、最後はここです。バリー、また来てくれてありがとうございました。今度また遊びに来てください。もちろんです。いただきます。どうぞ。